はい、こんにちは。ブルーホースです。ということで、今日はいよいよハーバード心理学1週間が経ちました。7日目に入りますね。まあ、心理学って勉強していくと結構楽しくてですね、まあ、なんでかっていうと、やっぱり人間って行動するのって、まあ、その体から先に動くタイプっていう人もたくさんいるとは思うんですけど、やっぱり心がですね、どういう状態かっていうので、その行動レベルが変わったりとか、行動の出だしとかっていうのが変わったりするので、自分がなんか今一つこう行動力が欠けてるなとかって思うときって、やっぱり何か精神にね、問題がきたしているっていうこともあったりするんで、まあ、心理学っていうのを学ぶことによって、そのあたりをうまく上手に調整できるようになっていけば、行動力にも結果的につながっていくということなんで、そういう意味では、心理学っていうのはですね、学んでいく意味があるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日も張り切ってやっていきましょう。7日目です。ということで、今日のテーマはこちらですね。困難から学ぶということです。はい。で、何かっていうと、まあ、結構ですね、人は幸せにならなきゃあかんっていう、まあ、思い込みがある人が、まあ、結構多いなっていうのは、まあ、個人的な印象もありますし、やっぱりツイッターなんかを見てるとね、結構そんな投稿が連投されてる人とかもいたりします。ところが、そうは言っても困難にぶつかった時に、こんな感じなんですよね。その場しのぎの解決方法にしがみついてしまったりとか、それから自己啓発本にちょっと飛びつく傾向があると。で、確かに苦しみから快楽を得る方法、対処法としてはありかもしれないけど、なんですが、安易な解決方法では後で結局しっぺ返しを食らう可能性っていうのが高かったりするんですね。なんとかしますわみたいなとか、それから、自己啓発本の多くは著者だからこそできた方法なので、まあ、他の人が実践してうまくいく可能性というのは数限りなく少ないんですよね。低いと、で、僕自身も学生時代自己啓発本っていうのを読み漁っていて、確かに自己啓発本って読み漁っていくとその気にはなれるんですよ。その気にはなれるんですけれども、じゃあ実際社会人になった今、もうね、6、7年社会人やってますけど、まあ、じゃあどんな実力とか知識が身についたかっていうと、まあ、結局ね、具体的に自信を持って私はこういうことができるようになりましたって言えることってかなり少ないんですよね、残念なことに。はい。で、実は困難っていうのは回避したり、要は逃げたりとか流したりせずに真っ向からぶつかって拳と拳をバーンってぶつけ合うことで克服することによって幸福度が高まるというふうに言われてるんですね。だから今日のワークとかっていうのは、しっかりと困難が立ちはだかった時にどんな風に立ち向かっていくのがいいのかっていう、そういうお話をしていきます。はい。ちょっと戻っていくと、精神科医のですね、ビクトール・フランクル先生っていう方がいらっしゃいまして、で、人間が本当に必要としているのは不安のない状態ではなくって、価値ある目標に向かって努力することが大事ですねっていうことを言ってるんですね。つまり人間が抱えている不安を取り除くことではなくって、本当に必要としているのは目標達成に使命を感じることなんですよ。例えばスポーツなんかでよく言われるのが、高いパフォーマンスを発揮するためにはある程度の緊張が必要なんですね。なんでかっていうと、緊張すると体がこわばって動かなくなっちゃうじゃんっていう人いるかと思います。実はそうではなくって、その緊張を払拭していくためにこそ人は力を出そうって頑張ろうとするんですね。つまり不安があることによってこの不安を取り除かなくちゃっていうのが結局力を発揮するんですけれども、それだけではなくって、さらに行動力を増していくためには目標達成自体に使命を感じること、要は何でしょうね、世界を救うとか、世界を救うと大きくなりますね、まあ、家族を守るためとか会社を大きくするためとかっていうものに使命を感じることっていうのは非常に大事だということが言えるんですね。だから緊張をほぐしつつ目標達成に向かって一生懸命頑張る、この両輪が、うまく回ることによって人間の行動力っていうのはより増していきますよっていうことなんですね。ということで、じゃあ困難から学ぶために本日のワークっていうのをご紹介していきます。結構多いですね。はい。で、まずはですね、やっていただきたいことっていうのは、ご自身の大変だった経験とか、まあ、辛かった経験、ね、部活でしごかれまくったとか、仕事で夜中まで、ね、パソコンの前かじりついて一生懸命頑張ったとかっていう、自分にとって辛かった、大変だった、それから克服した、乗り越えたっていう経験っていうのをぜひ思い出してみてください。で、
思い出した上でそこから学ぶことができたことやそれから成長できたことっていうのは一体何ですかっていうのを計1日15分間のトータルで4日やってで1時間ほどのですねワークっていうのを取り組んでみてください。でその内訳としては改めてですけど辛かったこととか怒りを感じたこととかトラウマやったこととか悲しかったっていうものをこれらの経験っていうものを紙に書き出してみてください。でその時のポイントとしては書き方とか文法とか文字の綺麗さとかそんなものは一切無視してください。もう一切気にしなくていいです。 OK です。でとにかく思い出せるままに書き殴っていくっていうことが大事です。ここであの時どうだったっけなっていうふうに考えてしまうと筆が止まってしまいますんでもう手が動く限りもう書き方とか文法とか文字の綺麗さとかっていうのを無視してもうとにかく怒りトラウマ悲しみ、辛かった経験っていうものを全部ですねバーッと書き出していっていただけたら OK ということです。はい。で人に言い出せなかった傷ついた経験っていうのも書くことによって向き合うことができるっていうふうに言われてます。でそのこと自体が何が起こったのかとかその時にどう感じたのかそしてそれを今振り返ると実際どう思いますかっていうのを自分で表現できるようになって初めてその傷を癒すことができるんですね。で当然人間っていうのは悩みを抱えててでそれが解決できないままモヤモヤしてしまうっていうのは結局ですねその正体が一体何かっていうのが分かってないからなんですよね。だからずっとモヤモヤした状態なんですよ。このモヤモヤの正体って何なんだろうなと。だからそれをちゃんと紙に書いて言語化することによって正面から解決するために必要なことっていうのを考えることができるようになってあじゃあ自分はこういう成長ができたとかこういうことを学ぶことができたから次のステップに進もうということができるようになっていくっていうそういうお話なんですね。だからまずはあなたが抱えている成長を妨げる原因になっている過去のマイナスだった経験や体験にしっかりと目に見える形にしていきましょうというのは今回のワークになります。はい。で僕自身のですね体験談っていうのをちょっとお話しさせてもらうとこんなことを経験しました。ね、ちょっと長いんですけれども社会人2年目の終わり頃ですね2月の、終わり26とか7日とかだったんですけど、仕事でですね、とある、その何て言うんでしょうね認定資格みたいなものがあってそれを取るためにとある訓練を行ってたんですね。それっていうのは対お客さん向けにやっていく訓練だったので、そんな中ですねちょっとお客様との関係性をうまく構築できないっていう部分があったんですよ。やっぱりこうどうコミュニケーションを取ったらいいかとかどんな風にお客様にこう価値を感じ取ってもらって、商品を受け取って帰ってもらうかとかっていうものをうまくこうちょっと自分の中で腑に落とすことっていうのがなかなかできなくてで先輩にもどういたしろで怒られてたんですけれども、結局お客さんともうまくいかないし先輩にはせっつかれっていう形で何もかもがうまくいかない状況っていうのが、結構続いたんですね。で改めてなんで自分はこの仕事をやりたいんだろうかっていう自問の日々だったんですよ。でそこに畳みかけるように結果的に何の問題もなかったんですけど母親の入院っていうのも重なったんですね。結果的にただの皮膚の感染病だったんで今は治ってピンピンしてるんですけど、母親が大病して病院に入院するなんていうことも人生で初めての経験がその時に重なったのでものすごくこうもう不安とモヤモヤっていうのがもう重なるに重なったと。そんな中 A4 の紙1枚っていうのを取り出してでその体験訓練っていうのは結構夜遅くまでやってるものだったので自分一人でその部屋に残って夜の9時過ぎから自分の過去の経験とか体験とかそれからこの仕事を通して一体何を達成したいのっていうことをもう A4 紙裏表1枚分にもうひたすら書き殴ったんですよ。うわーってこうでああでって自分はこういう過去の体験をしてきたから今だからこそこういうことを改めてその時の過去の経験を超えるためにこんなことがしたいんだってことをめちゃくちゃ書き殴ったんですね。でそこですっきりさせることができたから次の日に先輩に改めて会ってでお客さんとの対応の仕方とかを見てたらお前何があったんっていうふうに驚かれるくらい人から見て態度っていうのが変わったんですね。でちなみに
まあ、A4 紙のその裏表が埋まったっていうのは夜中の1時か、まあ、2時くらいだったんですけど、まあ、その後ねホテルに帰って寝て、でまた6時か6時半くらいに起きて会社に出かけたっていうような経験をしたんですけど、確かに当時は大変だったんですよ。当時大変でこんな思いするくらいだったらもう仕事なんか嫌だくらいに思ってたんですけど、まあ、ただ当時のその辛い体験の克服をすることによって今のその自分の人生とか仕事で向かいたい方向っていうのを明らかにすることができたので、まあ、改めて今振り返ってみたらもうやってよかったなってことを心底感じてます、はい、というような僕自身もその皆さんに今日こういうワークやってくださいねっていうことをお伝えしたんですが、まあ、それこそ書き方なんか無視しましたし、文法なんかめちゃくちゃでしたし、文字の綺麗さなんて僕だから読めるくらいの字の汚さだったんですねっていうような体験をしたんですが、結果的にそれが自分の向かうべき方向とか困難を乗り越えてでもやろうっていう決意につながったりしたんで、ぜひですね、あの皆さんももし何かこう難しい体験があったりとか、まあ、何か今高いハードルや壁があるというふうに感じている方がいれば、それを乗り越えるためにまずはその下準備として、ひたすらこう今の体験から感じていることとかっていうのを書き殴る、そしてどこに向かいたいのかっていうのも書き殴るっていうことをやってみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで最後に、本日の動画が役に立ったなとか面白かったっていう方はですね、ぜひチャンネル登録ボタンとそれからグッドボタン押していただけると嬉しいです。お願いします。ということで次回の動画でもまたお会いいたしましょう。本日以上です。お疲れ様でした。さよなら、バイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。